ちは。今回もですね、またまた、アクティブインストレーションの話をしていきたいと思います。もうアクティブインストレーションね、結構奥が深くてですね、なかなかね、こうジャストなね、アクティブインストレーションというのはね、こう人それぞれやっぱり体質だったりね、こういろいろありますからね。いや本当にもうこれっていうのはね、なかなかないんですけども、そんな中でやっぱりね、これだけはね、バッチリおすすめできるみたいなのありました。はい、こちらです。山と道のアルファベスト、今回こちらのね、アクティブインストレーションの話していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。だいぶ登ってきて、ちょっと単調な樹林帯でね、なかなか精神的に応えるね、シーンになってきてます。はい、というわけで、まあ、今回はね、ニューギア導入今回ないんですけど、今までね、紹介してこなかったギアをね、ちょっとここで改めて紹介していきたいと思うんですけども、はい、これ今着用してるこの山と道のね、アルファベストね、このベストです。これがね、アクティブインストレーションですけど、めちゃくちゃいいんですよ、本当に。まあ、ちょっと前に OMM のね、フリマロフトのね、アクティブインストレーションご紹介しましたけど、ちょっとね、プリマロフトの、OMM の、ね、フーディーは、ちょっと扱いづらい。ストレッチが効いてないっていうのがね、やっぱりこう、着脱ってことを考えると、すごい扱いづらいんですよ。なので、ちょっとサイズ感的に、どうだったんだろうっていうのはありますけど、まあ、基本的にそのアクティブインストレーションっていうのは、体に、意外とフィットした状態で着用するもんなんですよね。その、吸水、速乾っていうところで、やっぱ体に接触、こうフィットしてるがゆえに、汗をね、効率よく吸い上げてくれるっていう、機能が、有効に働きますからね。ね、この、ヤマト道のアルファベスト。こちらは、レイヤリングしてるんですけどね。ベースレイヤーとしては、パタゴニアのキャプリンを着用して、いつもね、こういう形で、山道のアルファベストを上にレイヤリングして重ね着してる感じです。で、この形がね、非常にこのアルファベストはこのアルファダイレクトのこの綿がね、ついてるのはこの前面だけなんですよ。で、このショルダー部分ですとか、バックパネルと接触する背面っていうところはシャドーリップっていうナイロンのストレッチの生地がね、使われていて、まあそんなにむちゃむちゃ伸びないですけど、若干ストレッチの効く素材が使われていて、まあそこもね、速乾性の素材なんで、まあ意外と汗ね、まあ、かいたりしても意外とすぐに乾いてくれるんで、いいんですよね、不快感がなく。で、オーバーヒートもしないっていう。でも大事なね、こういう前面のこうお腹周りの部分っていうところにこうしっかり綿が使われてるんで、まあ、そういう意味でこう汗びえですとか、その行動中の適度な保温っていう部分はカバーされてるっていう。これちょっとね、アクティブインストレーションまだ僕も2着しか持ってないですけど、本当ね、選ぶの難しいんじゃないかと思いますね。個人個人でやっぱりその汗のかき具合ですとかね、その体幹のこう冷え具合っていう感覚がやっぱり皆さん違うんで、僕の場合は結構まあ汗っかきな方ですし、オーバーヒートしやすいんですよ。で、今日も気温が今確か2度ぐらいだったと思う。日が昇ってきたんでね、少し気が、あ、今5度か、割と気温上がってきてますね、日が昇ってきたんでね。こういう温度帯、僕の一番活動しやすい温度っていうのはその0度付近なんですよ。1度0度ってのは結構ね、こう山やってない人からすると、おお冬やないかいみたいな、そんな運動するような気温やないやろみたいなね、ツッコミが入りそうですけど、実はね、登山っていうのはそのぐらいの気温帯の方がね、めちゃめちゃ快適なんですよね。全然こうオーバーヒートしない、常にこう
冷却してくれてるようなバランスが保たれてるんですよね。そうするとパフォーマンスがねずっといい状態をキープできるっていうところで、ね、個人的にはそういう低温下での参考が好みなんでね、まあ、そういう感じで、まあ、僕の場合はそういう体質なんでアルファベストっていうこのフロントだけに綿があるアクティブインサレーションがもうすごいこうフィットしてるんですよ。でしかもこれね不思議なのがねやっぱりその適度な保温しつつオーバーフィードしないで吸汗速乾っていう、まあ、そういう機能を持ってるんですけど夏にね着用しててもこう気温が上がってきてもね風が通るんでやっぱりオーバーヒートしなくてねこう綿がついてる服を着てても暑いって感じがしないんですよね。この山道のアルファベットはそういう意味では個人的にはかなりおすすめできるアイテムかなと思ってます。ちょっとねロングスリーブノースリーブって着てるんで僕はシャドーリップがこう組み合わされたストレッチ製のパーツがねこうストレッチが効く素材が使われている、アクティブインサレーションが好みなんでちょっと半袖のねアクティブインサレーションもちょっと考えたいなというふうに思ったりはしてますけど今のところこのアルファベストで全部こと足りてしまってるんでね、そういう意味ではあれですけど半袖でこうベースレイヤーとして直接ダイレクトに着用して快適に参考できる、ね、そういうアクティブインサレーションもちょっと興味があって気になってます。そういうのがちょっとあってねウルトラグッドラックだったかなから出てる半袖のがあるんですけどそれがねすごく気になってます。なんかこうポチっちゃいそうで怖いですけどねはい、そんなわけでちょっと長々と喋りましたけどね、改めて山道の、アルファベスト紹介させていただきました。なかなかねいいアイテムだと思います。ちょっとアクティブインサレーション検討されている方はねチェックしてみてはいかがでしょうか。